皆さんおはようございます。今日も今日の一曲いってみたいと思います。はい、昨日はですね、川村かおりさんのズー歌ったんですけども、なんかその昔のね、すごく熱中してたこととかね、思い出したりとか、その当時のこう気持ちになる、っていうのもいいことなんじゃないかなと思います。はい、それではですね、今日の一曲なんですけど、今日の一曲はですね、まあ篠さんがね、石井達也さんをもう歌ってほしいっていうね、そういえば最近歌ってないなっていうことで、今日は米米クラブ行ってみたいと思います。石井達也さんがソロになってからほとんど聴いてないので、あんまり曲知らないんですけども、米米クラブは大好きで聴いてたので、はい、それでは今日の一曲はですね、すごくムーディーな、曲もね、たまにこうああいうなんかおちゃらけた歌もありながら、すごいムーディーな、ね、歌を歌う、そんな素晴らしい、こうなんていうんですかね、もう幅が広い、グループだなと思うんですけども、その中でも、とってもムーディーな、曲を今日は朝からですね歌いたいと思います。それでは聴いてください。米米クラブでタイムストップ。瞳は切なく、グラスの空を飛ぶ、yeah! 今夜は帰ったなし、お前に寄り添おうさ。 My heart elated, I fall in love.I was so lonely, feel so lonely, your heart. I just can't stop, 今だけ二人を流さないで、yeah. 月より stop, kiss for me.高鳴る胸の波、 My heart elated, I'm falling in love. I was so lonely, feel so lonely, your heart. My heart elated, I'm falling in love. I was so lonely, feel so lonely, your heart.夜の摩天楼、浮かぶ窓開け話、二人だけの静かなパーティー、見つめ合い燃え上がるひととき、My heart elated, I'm falling in love. I was so lonely, feel so lonely, your heart. My heart elated, I'm falling in love. I was so lonely, feel so lonely, your heart. My heart elatedI'm falling in love. I was so lonely, feel so lonely, your heart. My heart elated, I'm falling in love.
I was so lonely, be so lonely, yeah. はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どうでしょうか。朝からムーディーな気分になれたでしょうか。はい、もうね、とても大好きな曲で、カラオケなんか行ってね、よく歌ってましたね。はい、ね、こう気に入った女の子に気に入られたい時とかにね、こう歌う曲ですね。はい、ありがとうございます。それでは昨日のコメント読んでいきたいなと思います。昨日はですね、エコーズの、辻仁成さんがですね、川村かおりさんのデビュー曲にと提供した、ズー、こちらを歌ったんですけども、 S ゲームさん、コメントありがとうございます。いい曲ですよね。そうなんですよ、川村さん好きだったので、たまに酔った時聴いてると、泣けてきます。いいですよね。僕も本当に大好きだったので、もうね、かっこよかったですよね。はい、ありがとうございます。あささん、いつもありがとうございます。こんにちは。あれ、タニーさん若返りました。髪型のせいかな。今日の歌も懐かしくて、嬉しかったです。ありがとうございました。まあ、おそらく多分顔がちょっとほっそりしたからじゃないですかね。まあ、まだ目標にはまだまだちょっと遠いですけども、はい、頑張ってですね、尾崎ナイトまでに、もうちょっとこうシュッとできたらいいなと思ってます。はい、ありがとうございます。しのさん、いつもありがとうございます。こんにちは。ズー、もう20年以上前ですよね。20年というか、もう30年ぐらい前じゃないですかね。歌詞が子供向けの絵本になりそうな、サンデグジュベリーの、星の王子様みたいな、深い内容でしたね。そうですね、川村かおりさん、谷さんの好きそうな男前の女性でしたね。そうなんですよ、男前の女性が大好きなんですよ僕。あんまり女してる子ってあんまりこうね、興味引かないんですよね。はい、ありがとうございます。元旦那さん、いつもありがとうございます。タニーさん、おはようございます。ズー、自分の中では辻仁成さんのイメージしかありません。素晴らしい曲です。本当素晴らしい曲ですね。そうですね、やっぱりね、作ったのはやっぱり辻さんなので、川村かおりさんのデビュー曲として出したその翌年に、エコーズのシングルとして出したんですよね。まあ、僕もどっちかというと、そのイメージ、やっぱりね、その歌のイメージっていうのは全然違うので、エコーズさんの方のイメージの方がやっぱり強いんですけどね。でも実際はその川村かおりさんに提供した、楽曲らしいですよね。はい、素晴らしい曲です。ありがとうございます。ニコルさん、いつもありがとうございます。聞いたことありますず、ミスチル横断歩道を渡る人たち、彩りギフト、足音、擬態、最高です。それではおやすみなさい。ありがとうございます、ね、ミスチルもですね、ギフトこのぐらいまでは結構ね、集中して聞いてたんですけども、このぐらいの時期からですね、やっぱりそう、モノマネをやるようになってから、もうミスチルに限らず浜田省吾さんも尾崎に関しても、あんまりこう聞かない、歌をじっくり聞く時間っていうのがなかなかなくなってですね、この足跡とかこの辺ぐらいからちょっともう知らない曲が多いですね。はい、まあちょっとね、またミスチルも、まあ、今度3部作とかもやってみたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします。はい、それではおはようございます。はい、ありがとうございます。みつこさん、いつもありがとうございます。こんにちは。この曲は鮮明に覚えてました。懐かしいと思い、いい歌ですね。年齢重ねて改めて聞くと、かなり変化するものです。タニーさんに会わなければ出会わなければ一生聞けなかったでしょう。落合恵子さん知らなかったなんて、ガーン、世代の違いが、顕著に出ちゃいました。
本当は赤返ってますよ。谷さんまだまだ持ってそう。今日もありがとうございました。いやもう持ってなくていいんですけどね。はい。いやでも本当ね、その文化放送も知らなかったんですけど、落合恵子さんも本当知らなかったんです、ね、世代なんですかね。はい。で辻仁成さんはね、僕はそのズーからちょっとやっぱりそのね気になる人で、ずっとこうね追ってたんですけども、今ツイッターをね毎日こうやられてるんですよね。で辻仁成さんで検索するとすぐ出てくると思うんですけども、とても毎日毎日、人間らしいでもすごい深い、いいことをつぶやいてるので、もしよかったら皆さんもフォローしてみてください。はい、皆さんコメント今日もありがとうございました。はい、今日はですね夜、8時からライブ配信しますので、まだちょっとね、尾崎の音源作りにちょっと追われてますけども、なんとか時間の、隙間を見つけてですね、今日も歌う曲を何曲か決めていければいいなと思ってます。はい、それでは、ね、今日も天気いいですからね、今日も頑張っていきましょう。それでは夜ライブ配信でお会いしましょう。